皆さんどうもこんにちは、モテアです。うぬってことでね、普段はねゲーム実況なんかをやってるんですけど、今回はこうやってねカメラの前でちょっと喋りたいことがあるんで動画を撮ってます。よかったら聞いてください。タイトルを見た方はわかると思うんですけど、声優になってはいけない理由っていうのをこれから話していきたいと思います。で、それを話す上でお前誰なんやと思う方もいるかと思うので、軽く自己紹介したいと思います。僕は、高校卒業後に美容の専門学校に2年間通いました。その後美容師として就職し、1年が経った頃に美容師と並行して、声優の養成所に通い始めました。それから3年間の養成所期間を経て事務所に所属、3年間所属した後に今は退所して、YouTube の方で動画を上げているっていう形になります。で、今所属って言ったんですけど、まあこれ声優ならではのものだと思うんですけど、声優事務所っていうのは所属、準所属、預かりっていう風な、事務所に入るにもランク付けされててですね、今所属って言っちゃったんですけど、本当は、一番下の預かりっていうランクで入りました。お試し期間みたいな感じで、それが3年間あって今退所したという形ですね。まあ所属っていう風に使ったのは、まあこれを見てる方は声優にあまり詳しくない方もいるかもしれないと思ったので、分かりやすい表現として所属という表現を使わせていただきました。また僕元声優とか元プロっていう風に書かせてもらってるんですけど、まあこれはね、いろいろ物議があるかもしれないんですけど、それはなんでかっていうと、まあ声優っていうのは、声優を証明するような、資格とか免許みたいなものは何もないんですね。だからちょっとね映像に声を当てて、まあ俺声優ですっていう風な名乗ってしまえば、声優っていうのは、ね、名乗れてしまう職業なんですよね。なんですけど、僕の場合だとしっかりプロとしてお金をいただいた上で仕事をしたということで、元声優、元プロという風な言葉を使わせていただいてます。以上がまあ簡単な自己紹介になりますかね。はい、ということで本題に入りたいんですけど、元プロ目線から声優はなってはいけない理由を話していきたいと思います。で、ズバリもう結論から言っちゃいますけど、声優は儲からないっていうことです。まあね、これ聞いてなんだよそんなん知ってるよみたいな思う方もいるかもしれないんですけど、儲からないっていうことは生きていけないっていうことですよ。それを仕事にして、生活することができないっていうことなので、非常にね重要だと思います、生きていく上で。そして元経験者からして、非常にねおすすめしない職業だと、思います。それはなぜなのかっていうのをこれから説明していくんですけど、まずこれを見てくれてる人たちっていうのは、まあ、例えば声優に興味があったり、まあ、これから声優になろうと思っていたり、はたまたまあもうすでに声優養成期間に入っていたりっていう方が、ほとんどだったりするのかなと思うんですけど、その中でもこれから声優になりたいとかいうふうな思ってる方にぜひ見てほしくてですね、声優っていうのはね意外にもねこんだけねお金がかかって、しかも儲からないっていう職業だというのを、知っていただきたいなと思います。それを知ってからね声優を目指すかどうか、決めてみてもいいんじゃないかなと思うので、僕が経験した話をこれから話していきたいと思います。で、あまり動画の時間を長くしたくないので、できる限り早口で言うんですけど、聞き取りづらかったらすいません。僕もねあんまり滑舌いい方じゃないんで、聞き取りづらかったら本当申し訳ないんですけど、字幕つけとくんで、見やすいようにしときます。それではいきますね。まず、大前提として、皆さん声優っていうのはどういう風な流れでなるとお思いですかね。例えば皆さんが考えてるような順風満帆な生き方だと、1年や2年、養成期間に通って、その後に、事務所の預かりとして入って、まあ、そっから徐々に力をつけていって、アニメや外画の端役、ガヤなんかをできるようになっていって、そしてだんだん主要なオーディションにも残るようになってきて、いずれはアニメや、外画なんかの主役でパーンと華々しくブレイクしていって、人気声優の道まっしぐらみたいな、道をね、考えてる方もねいるんじゃないかなと思うんですけど、まず聞いてください。こんなことほぼほぼありえません。まずありえないと、自分の中で思ってから、声優になることをおすすめします。厳密に言うと、まあいるんですよ、そういう方っていうのはちらほらいるんですけど、ほとんどの方はもう下積み時代が長くてやっとのことでね、ブレイクしたっていう人がほとんどですので、今みたいなね、順風満帆なね生き方っていうのはね、ほんとね、ごく稀だと思うので、そこは気をつけてください。で、それを前提に話していくと、今みたいなね早い段階で売れるっていう
声優としてね、大成するっていうのはね、非常に難しい職業なので、それまでにね、かかるお金っていうのがね、非常にね、大事になってくると思うんですよ。まあ、順風満帆に行くことなんてほぼほぼ無理だと思ってください。ましてや、あなたが声優と名乗れるところに行くことすらできないと思った方がいいです。ほぼほぼの人は。僕みたいに事務所に入ってお仕事をするっていうのは、これね、自慢じゃないんですけど、だいぶ選ばれた人間であるっていうことを、まあ、まず理解しておいてください。声優になるっていう時点でそもそも難しいんだということを、理解しておいてください。そしてそれまでにかかる費用っていうのはね、ほぼほぼレッスン費かと思うんですけど、それがね、長ければ長いほど、声優になるまでが長ければ長いほど、めちゃくちゃかかるっていうことですよね。それをまず理解しておいてください。じゃあどういったね、お金がねかかるのかっていうのはね、ちょっとね、ざっとね、言っていきたいと思うんですけど、今これパソコンがあって見ながら言うんですけど、某大手有名事務所 A と言っときましょうか。 A 事務所の養成所の費用なんですけど、入塾金22万円、前期受講料44万円、初期費用で66万円、そして、後期受講料で44万円、合わせて1年間で110万円。高いっすね高いな。超有名事務所 A の養成所に入るには110万円かかります。どんどんいきますね。で、超大手有名養成所 Nですかね。これは全国にあることで有名ですね。ここの週1回クラス、多分一番安い、価格帯なんじゃないかなと思うところの金額をちょっと見ていきますね。週1回レッスンですね。週1回レッスンで、入所金10万円、年間受講料が20万円。これ1年ですね。1年で20万円。合計30万円。これを見たらね、お、意外と安いなって、さっきと比べたらね、思うかもしれないんですけど、さっきも言った通り、これね、1年の金額であって、これがね、2年3年ってかかることは、本当に、ザラに、ザラってか、ほぼほぼかかるので、結果的にね、100万円近くお金はかかると思います。まあ、先ほどね、紹介した A 事務所のね、養成所もね、1年ではあるんですけど、それでね、事務所に入れればいいですよ。ただ、ここの事務所大変厳しいので、めちゃくちゃな倍率勝ち抜いていかないといけないと思います。ほんとね、2、3人。年に2、3人入るかどうかだと思うので、もうちょっとか4、5人いるかもしれないですけど、2人から5人ぐらいの間に入れるかどうかっていうのが非常に重要。だから本当にね、優秀な人じゃないと短期間でね、声優事務所に入るっていうのは本当に難しいので、それにね、これから目指すあなたがそれに該当してるなんて、まずまず最初に思うことじゃないと思うので、まずはしっかりと2年から4、5年かかる長期的に考える必要があるのかなと思います。なんでね、100万円以上は必ずね、まず声優になるまでに必要なお金になってくると思います。僕自身もね、養成期間3年ありましたけど、養成所どこに行くとかで、その長さが変わったりしますし、己のね、魅力とか力量でね、その期間がね、短くなったり長くなったりすると思うので、いきなりね、やる前から、それがね、1年で2年で済むなんて考えて始めない方がいいと僕は思いますね。でね、僕もね、さっき紹介した養成所には通ってなかったんですけど、同じようにね、年間35万ぐらいのね、ところにね、通ってました。それが3年ぐらいですかね、通ってました。それで、結局ね、100万ぐらいの、お金を使って声優になってます。で、そして声優になるまでにお金を使うんじゃないんですよ。問題は、皆さんがあんま知らないであろう、声優になってからもお金がどんどんなくなっていくっていう現状があります。それはどういうことかというと、最初に説明したんですけど、声優だけでは食っていけないんですね。食っていけないっていうことはどういうことかっていうと、仕事がないってことなんですよ。仕事がないんですよ。新人声優が食っていけるだけの仕事はほぼほぼないと思います。ましてや1年や2年じゃね。ほんとね、シンデレラストーリーでバーンとデビューする人以外は、本当にそんなことありえないと思うので、仕事がない上に、しかも新人声優はね、仕事を取りに行かないといけないわけじゃないですか。それで、まあ僕も事務所の入ってる時によく言われたんですけど、ボイトレ行ってねとか、ワークショップ通ってみるみたいな、そういう案内を事務所の人からされました。これは仕事がない、声優さんはね、ほぼほぼね、養成期間と同じようにワークショップっていうのに通ってる方がね、結構いらっしゃるかと思います。で、このワークショップっていうのは、養成所時代と同じように週1回とかのレッスンに通うってことなんですけど、まあそれがね、音響監督、まあ
実際の現場で活躍されている監督が開くようなワークショップがあったりするんですね。人気になればなるほど、まあそのワークショップの金額も高かったりするんですけど、まあ1ヶ月とか2ヶ月とか、短期的な、ワークショップがね結構あります。プロ向けのね。これ知っておいてほしいのは、売れてる人でもそういうところを受講しているってことです。まあいきなりねパーンと売れたからといって、そういったところと無縁っていう話ではなくて、声優であればそういう、自分でお金を使って、ワークショップに通うってことは必要になってくるのかなと、個人的には思います。そしてましてや、今最近ではまあこれアニメ声優とか目指してる方向けにちょっと話してるんですけど、声優であっても、今オーディションで歌審査があります。はい、アニメのオーディションでは、まあ、歌が審査に加わってくることが、多くなってます。なので、事務所から、僕も事務所から言われたんですけど、ボイトレ行ってねとか言われるんですけど、そういったボイトレ費用とかも実費になってくるので、まあ、それもねいいところに行けば行くほど、まあ、お金もね、かかってくると思いますし、自分に合うところを探すのにもねお金がかかってくると思うので、こうして考えるだけでもあんまり声優を目指す前と、出ていくお金っていうのはねあまり変わらないんじゃないかなと、思います。個人的な話なんですけど、僕の事務所はまあ中小で、預かりっていうランクで入ったっていうのもあるんですけど、事務所のね、レッスンにね、毎週通ってくださいって週1回あったんですけど、そちらの方にね通ってくださいっていうことで、月15,000円、週に1回、まあだから週に 4、5回ですねのレッスンに通うのに、事務所に15,000円毎月払っていましたね。そういうのも、全然お金がかかってくるし、僕が入ってたね事務所がブラックっていうわけじゃなくてね、こういう事務所はね結構多いと思いますよ。所属してからも、レッスン出るのが必須ですとか、預かり期間は出てくださいとか、それはまあ実費でお願いしますとか、まあ本当ね、有望な方はね、それこそお金免除になるのかもしれないんですけど、多く大半の方はね、実費でねまた事務所のレッスンに通って、技術を磨いていく、人がほとんどだと思うので、声優になるまでが、お金がかかることじゃないんだよと、声優になってから売れるまでずっとそういったお金を払い続けないといけないっていうことを、頭に入れといてください。こうやってねお金をねどんどん使っていくとどうなるかっていうと、僕みたいに、人生が積みます。はい、まあ僕もね美容師っていう社会人を経てから、そこから声優というね道を志したんですけど、20代の大事な時期を声優っていうものにね注いできてしまったが上に、今辞めてから取り返しのつかないというか、大事な20代の時間を、費やしてしまったので、その時間はもう戻ってこないし、ましてや声優をやってたからってね、今後ね活かせるフィールドって結構限られてくると思うので、本当にね目指す際には人生をね捧げるんだっていう覚悟がある人か、本当に親のすねをいくらでもかじりまくれる、方、いくらでもお金出してくれるっていう方が目指した方がいいんじゃないかなと、思いますね。僕もねまだ20代ではあるんですけど、20代前半中盤の大事なねエネルギッシュな時間をね、そこに費やしてしまったので、これからどうしようかなって本当思って不安になる日もね、大変多いんですけど、 YouTube でね今後もねこういった声優に関することや、まあ、普段ゲーム実況を上げてるんで、ゲーム実況上げていきたいかなと思います。よかったらねこれを機にね、そういった他の動画もね、チェックしてもらえたらなと思います。またねこういった声優に関するお話をしていきたいなと思います。まあ需要があればの話なんですけどね、この動画がね、ぜひ良かったなと思ったら、グッドボタンをお願いします。チャンネル登録もねしていただけると、またこうやってね皆さんの前でね、何かためになる話、声優を目指していく上でねためになる話、僕が経験した、話であれば、包み隠さず、話していきたいかなと思うので、よかったらコメント欄なんかでもこういった話聞きたいとかあれば書いてください。はい、ということで今回は声優になるべきではないというお話をしてきました。で、僕最後にこれだけは言いたいんですけど、僕は声優は大好きです。はい、声優になる皆さんもね、こんなこと言ってますけどすごい応援してるので、ほんとね、人生取り返しがつかなくなる前に気をつけながら頑張ってください。夢を目指すってことは本当にね素晴らしいことだと思うので、応援してます。気をつけながら頑張ってください。はい、それではまた次回の動画で会いましょう。バイバーイ。